レインジャー5号は、レインジャー計画の5期目の宇宙機。月面に衝突させる予定であり、衝突前10分の画像の送信、地震計入りの着陸カプセルの月への降着陸、飛行中のガンマ線データの収集、月面のレーダー反射率の研究、レインジャー計画の目的である探査機のテストなどが目的になっていた。原因不明の故障によって宇宙機は、 電力が不足し運用停止となり、月から 725km の位置を通り過ぎた。レインジャー5号は、レインジャー計画のブロックに設計の宇宙機で、基本的には、レインジャー3号と4号と同型である。全体は 3.1m の高さであり、バルサ材の衝撃緩和材で覆われた 65cm の直径の月着陸カプセル、単元推進材の軌道中間モーター。 23KN の逆噴射ロケット、金とクロムでメッキされた1.5メートルの直径の六角形の基礎部分などがあった。大型の氷特パラボラアンテナと、翌朝5.2メートルのソーラーパネルが基礎部分に取り付けられており、ソーラーパネルは飛行後に展開される予定であった。ソーラーパネルには8,680枚のセルが取り付けられており、 充電可能な 11.5kg1kWh の銀、亜鉛電池とバックアップ電池が載せられている。半導体デジタルコンピュータとシーケンサ、地上コントロール指令システムでコントロールされており、高度制御は6つの用地センサー、ジャイロスコープ、冷却窒素ガスのピッチロールジェットなどで行われる。通信用には 3W と 50MW の2台の 960MHz 通信機。 氷クアンテナ、虫孔アンテナが積まれている。全体的に白塗りされ、金やクロムによるメッキが施され、銀色プラスチックシートで逆噴射ロケットを覆っており、これらで温度制御を行っていた。装置には1枚の画像を10秒で読み込むスキャン機構を採用したビジコンテレビカメラ30センチの球体で1.8メートルの頭部分に取り付けられたガンマ線。 スペクトロメーター、レーダー高度計、月面への降着陸用カプセルに乗せられた地震計などがあった。地震計には増幅機、50メートル W 送信機、電圧制御機、ターンスタイルアンテナ、送信機を30日間駆動させることのできる6機の銀カドミウム電池などが組まれており、130時速160キロメートルで衝突しても大丈夫であった。 これらはバルサ材の球体の中に収められ、フロンの層の中に入れられていた。レーダー高度計は反射率の研究にも使われる予定であったが、本来的にはカプセルの分離と逆噴射ロケットの展開地確認のために作られた。これはレインジャーのブロック2型、月面衝突実験として3回目の試みであった。計画ではアトラス、アジノデ付まで加速され、 中間地点で一度軌道を修正し、月面に衝突させる予定であった。適切な高度でカプセルを切り離し、逆噴射ロケットに点火し、着陸の際の衝撃を和らげる予定であった。しかし、待機軌道からガツ軌道への投入を終えた正常運用の15分後、原因不明の故障によって、電力の確保ができなかった。その後、正常運用に戻ることはなく、 8時間44分後に電力が枯渇し、レインジャー5号はシステムを完全に停止し、操縦不可能となった。中間地点での軌道修正は行われることなく、レインジャー5号は10月21日に月から 725km の地点を通過し、現在では太陽周回軌道を回っている。 その後も127万 1381km の位置まで追跡が続けられた。電力喪失による信号の停止より前に宇宙機は4時間分のガンマ線装置のデータを送信している。この打ち上げの失敗の後、次のバージョンのための電子アセンブリはニュージャージー州のイーストウィンザーにある RCA 社の宇宙電子部門で完全に再構築された。衛星の再構築は 期待に応え、この後の探査機では、月面の写真が地上に送られ、月着陸船の良い着陸地点を探す NASA の決定を、助けた。ありがとうございます。